移動距離を支援してあげないと。よし、どうや、どうや。今日はですね、今年絶好調の大阪湾船立ち予定やエキスパートスタイルとしてですね、金森さんにですねご登場いただきまして、ちょっと金森さんのまあ考えてることとかテクニックをいろいろと聞いていきたいかなと思ってます。早速どうですか、魚いそうですか。もう速攻当たりましたもう第一投目もうくるくるだけで当たりましたよ。水深は90メーター前後ということなんですけど、もう40メーターぐらいで当たってますか。もうバンバン、もう今も当たってますね。あ、当たってる、うん、当たってます。わー、すごいね。おお、もうついてきてる感じですね、はい、巻いてるだけで当たりますめちゃくちゃ浅いですね、はい、1匹目はこんな可愛いの釣れましたけどちょっと肌寒いですけど ね、海の中もう激アツ状態です。あまずはストップアンドゴーでちょっと状況を見てるって感じですか ね、やっぱり幅広くスピーディーにこう探すのにはね、ストップアンドゴーが一番早いかなと思います。当たりますね。おお、もう相手当たりがあってもまだ逃がしてみたいな状況 で、ね、もう使ってる点やも AH なんでオートで引き込みのバイトをもう誘発させてるみたいな、ね、はい、ああもうこれだけですごいな、勝手にかかってくれる。めちゃくちゃ浅いですね。めっちゃ浅いです。過去ここまで浅い状況って あんまりないんじゃないですか。ないですよ ね、僕の経験ではないですね。今のだったらもう最後20メーターぐらいですか。もう20ぐらいですね。多分それより上でも当たるような感じです。よっしゃよっしゃやった、なんと13メートルまさかの上やった。上ずってるところに A サイズがいましたね。50メーターぐらいでもうちょっと活性がいいんで数釣りしたろうと思って、バンバンちょっと活性上げながら誘って誘ってちょっと速掛け的にかけていきましたね。これもいいんちゃう。あー大きい、ちょっとマシかな。ちょっとマシ。これはもうフリーホールで落としてる時にもう点屋が止まったんで、そこで合わせ入れました、ね。まあ今すごい状況だと思うんですけど、まあ、金森さんが普段点屋タチウオをされてる中で、はい、まあ、いくつか大事にしてるメソッドってあると思うんですけど、はい、点屋釣りって餌はついてるんですけど、はい、やっぱりジギングの要素が強い釣りやと思ってますんで、うんうん、やっぱり見切られないようにと、うん、あとはいかにどう生きた餌に見せるかっていうのが大事だと思って、なのでどう天野が動いてるかとか、本当に海の中のイメージ、それがどれだけできてるかで釣果にすごい変わってくると思いますね。
セオリーはどうですか、朝一番だったらやっぱ浅いところからやられますか。基本的にはやっぱりボトムまで落とさずに、落とさずに、はい、中層からまあ一旦見ていくから、はい、それで早い展開で上をサーチして、次は下から早い展開でサーチして、それでもダメならゆっくりした展開へって持っていく感じでやってます。フォーカスステージの僕がいつもやってるような誘い方やってみたいと思うんですけど、結構皆さんワンピッチジャグとか結構激しめでやるんですけど、僕も同じで、ただ僕の場合はちょっと二段しゃくりのようなパパンっていう強い誘いでやってみますね。でまず当たりが出たらとりあえずはかけていくんで、かけに行くんですけど、やっぱりかけ幅は短くしてもらって次の誘いに行けるようにかけてもらったらいいと思いますけど、これはうまいことかかりましたね。いいサイズ出ましたね。これもあのじっくり誘ってるわけじゃなくて、強い誘いを取るのにどんどん上げていくと、やっぱりサイズもこうやって良くなっていくっていう感じですね。僕がこの天谷太刀魚の釣りっていうので一番大事にしてるのがもう移動距離、これが一番大事だと思ってます。そもそも僕が好きなのは冬の当たりの出ない、もう狭い棚をネチネチやる釣りが大好きで、やっぱりそれを攻略するには移動距離を支配してあげないと、すぐにその狭いレンジを抜けてしまうと。できるだけ移動距離を自分の中で制御してアピールしていって口を使わせるっていう、そういう釣りをしていますね。例えば大きく竿を振ってハンドル4分の1回転、大きく振ってもしくはもう8分の1回転、アピールになってる割には移動距離が全然動いてないんですね。だからそのレンジをすごく丁寧に探ることができますね。それで逆に夏場の高活性の広い範囲の棚で太刀魚がいる場合なんかは、もうハンドルを5回転6回転巻いて移動距離を伸ばすことによって高活性な太刀魚から拾っていけるっていう、そういう僕はイメージでやってます。弱い誘いには弱い当たり、強い誘いには強い当たりが返ってくるっていう持論を持ってまして、例えばあの初心者の方と一緒にいた時なんか、もうすごい高活性なんですね海が。その時なんかそれでもその人はもう弱く誘う、そしたらもう弱い当たりが返ってきてなかなかかけれないと。だからそういう時なんかもうどんどん強く誘えって僕普段から言ってて、強い当たりの方がかけやすいんで、どんどん強い誘いの方へ移行していくような感じでやってます。ちょっと金森さんポイントを移動してきましたね。はい、朝はね洲本沖やったんですけど、うん、今赤松っていうポイントに来てます。それで結構潮がね洲本沖で走ってる時なんか結構対比場所的に、はい、結構このポイント来るんですけど、大湾型にね地形がなってて結構大きいのがそこに溜まりやすいっていう、ね、そうですね。だからここはもう本当に大きいの一発狙ってもいいのかなっていう、ね、船長当たってバリバリの洲本からこっちに来たっていうのは、またちょっと肩を狙いに来てるっていう部分もあるのかなと。 それでやっぱり水深もね洲本沖に比べたら浅いんで、もう僕なんかやったら浅いと思ったらもうボトムまで落とすような釣りをしますね。 なんでまずはボトムから落としてタチウオの反応を見ていきます。当たりましたね。活性は良さそうです ね。もう大阪湾どこ行っても活性めちゃくちゃいいです、ね、あーさすが金森さん、合わせが非常にコンパクトですね。ありがとうございます。それもあの辺ある程度意識されてますか。そうですね、僕は結構当たったらかけていくタイプなんですけど、もうそれは外していいと思ってるんで、その次の外した次のリカバリー、次の誘いでどんどんあの上げていく感じですね。するためにも合わせはコンパクトにされてると、はい、そういう意味ではあのキクリン の、 あの深追いに似てるところもあるかもしれないですね、うん。
僕の釣り方パクってるってことですか？パクってはないです。あー、いいとこかかってますね、はい、これ理想的な ね、方法にかかると。これもやっぱりあのそういう風に逃がして即掛け的になんですけど、ちょっとタイミングをずらすように即掛けしていくんで、なるほど、結局追わせていくような形になりますね、うんうん、なのでやっぱりほっぺたの一番いいところにかかります ね。を言っても合わなくても次またどんどん誘っていくって感じですね。そうですね。そのためにはやっぱり合わせの幅ですよ、ね、ストロークをもう短くして、はい、もうそこにだけ集中してるぐらいの感じで、はい、それでどんどん合わせていくって感じですね。逆にどうですか、合わせというよりももう次の誘いを入れてるぐらいのイメージ で、ね、はい、本当の91のね竿を使ったあのバチバチの底掛けじゃないんで、僕的には純速掛けって呼んでて、どんどんそれで追わしていって、それでタイミング上げていく。そうですね。今のでも速掛けじゃなくて純速掛けなんですね、今のでね。そうですね。はい。うっ、まあでもやっぱ頬の部分から針先がいってますね。今日僕が使用したタックルは極栄の太刀魚天矢 SP-EX-82174。 これは前作の EX-178 の攻撃モデルとなりまして、僕も前作178すごく愛用してたんですけど、前作の1784に比べてよりあの針が出てるんで、不安なく天矢をきちんと動かせてちゃんとかけれる、そしてかかった後も安心して曲がる、これですね、もうかなり気に入ってます。そしてリールの方ですね、今回使ったのはシーボーグ 200JL DH、 これ DH っていうのはダブルハンドルで、僕なんかのタイプなんかで言うと細かい誘いするときにやっぱりダブルハンドルの方が使用しやすいんですね。それとあと僕が気に入ってるのがこのクラッチオンオフ機能、これをクラッチ切った状態で微速を入れてもらうことによってクラッチ戻したらすぐに動き出す、これはもう結構普段から微速使ってる僕はもうかなり気に入ってますね。僕が普段使ってる餌は餌持ちのことも考えてサンマのみですね、イワシと使い分けるとどうしても誘いの通りも増えてしまうんで、もうサンマでなるべくもう当たりを出していこうっていう感じですね。ちぶい時なんかは身を上にしてやっぱりこませ効果、これでちょっと変化を持たせてやってるかなっていう感じですね。僕が普段使ってる天矢が AG と AH です。速掛けなどの早い展開の釣りをする時なんかに使うのは AG、嵐が多い時や巻き掛けを対応する時などは H、 そんな感じで使い分けしてます。朝の超高活性っていうパターンがちょっと落ち着いてきたんで、一発ここでドラゴン大きいのを狙いたいと思います。だいたい高活性ゾーンが上の棚と下の上の棚20メーターぐらいと下でいうと60メーター前後ぐらいにいて、その間でも当たるんですね。そのちょっと当たりの弱いゾーンにちょっと僕はいてるんちゃうかなと思ってますね。一回そこちょっとあえて誘うだけ誘ってちょっとロングステイでやってみます。もうこのまま何もせずただただひたすら待つだけです。もういてるのは分かってるんで何もせずこのまま待ち続けます。やばい、でかい。来てるんじゃん、いい感じじゃない？これはやばいっすよ。頑張れ頑張れ。来たんちゃう？ナイス。おっしゃ、来たんちゃう？でかいぞ。来たんちゃう？オッケー。よっしゃい。よっしゃい。取ったこれはいったでしょよし、ナイスサイズだ。強いでしょこれね、いいサイズや。やっぱりいますよね、こういうサイズは。これはステイはもう10秒ぐらい取って
もういてるのは分かってたんで、もうとにかくステイを長めに長めに、こんなドーンと入りましたね。レンジは？レンジはもう 50m、 もうそこから動かさず。なるほど。そこでもうなんせロングステイ、最高の一本ですね。最高ですね。狙って取った一本です。花森さん、お疲れ様でした。お疲れでした。すごい超過だったね。 やばいっすね。今年のね、大阪湾を象徴するかのような大爆釣劇ということで、まあ初めてですね、金森さんには最前線動画に出ていただきまして、はい、どうでした？いやもう緊張というか、もう面白すぎて撮影そっちのけになるんじゃないかなって当たりがね。いやもうほんまにもう本当にね、いろいろと聞かせてもらいましたけども、はい、ちょっとでもね、またこれを参考にしてもらってですね、そうですね、そこから派生していってもらえたらいいかなと思いますね。楽しい天野たちをやってもらえたらと思いますんで、はい、僕らもまたスキルアップできるように。そうですね、初心者の方の中で今やるべきかなと。そうですね、当たりがダンスいっぱいあるんで、うん、今やれば絶対上手くなるんでね、はい、楽しんでもらえたらと思います、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。キクリ、今船長がアナウンスで広範囲にすごい反応が出てるっていうんで、ちょっと一回キクリ本気に見せてもらっていいですかね。行っていいですか？いいですよ。行っちゃってください。行っちゃってください。シャワンチャンス。オッケー。キクリの本気ちょっと見させてください。よし。任せとけ。一発勝負ですよ。今すごい活性ですもんね。下から上までもう全部立ちようみたいな。うん、そこで寄って釣るのがキクリですね。はい。小さい逃がす逃がしてる。よし、どやどや。これがキクリの実力です。ちょっとタチオもビクビクしてます。嫌がってる。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画も面白いらしいけ、皆さんチャンネル登録もしとってねー。